起点茨城県道337号龍ヶ崎、停車場線全景龍ヶ崎市米町、終点茨城県道337号、龍ヶ崎停車場線は、茨城県龍ヶ崎市内を通る県道で、関東鉄道龍ヶ崎線龍ヶ崎駅と接続するための道路である。1959年10月14日、新たな県道として、 龍ヶ崎市米町の龍ヶ崎停車場を起点とし、県道を取り出いた湖線交天交天を終点とする、区間を本路線とする、県道龍ヶ崎停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号337となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ABC、道路区域の変更、道路の共用開始、茨城県法、第6252号、ピアニッシモ、23、ABCDE、ズイ県道路現協調書平成26年4月1日現在、ズイ県法、第779号対象9年4月1日、ズイ県国時代147号より、 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82。ありがとうございます。